ぼっくんの離乳食です。レーズン入りパンケーキ、かぼちゃと小松菜のおやき、豚肉とインゲンの炒め物、今日のメインはこれ、アボカドです。なんとアボカドのヨーグルトを作りました。それでは食べさせたいと思います。おい、ぽっくん食べるぞ。いただきます。にかってするよね。よし、手づかみ食べ。もう楽そうだな。レーズン入りのパンからいこうか。はい、食べてな。レーズン入りのパン、これ食べたらかぼちゃだからな。よし、食えよ。食って食って食いまくって大きくなれよ。父ちゃんもな、これちょっと食べるでね、今からな。アボカドだお。なんかこれ醤油とな、醤油つけてね、食うとな、マグロのような刺身の味するんだってよ、これな。食べたけどな、まずかった。そんなマグロの味にしんへんぞ、これ。どう考えてもしんへん。何やお前、足もぞ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 させて。足をもぞ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 させて。え、父ちゃんも食べるぞ。絶対これマグロの味がするとか言ってね、席が騒いでたんだよな。醤油かけてつけるとマグロの刺身のような味、トロの味がするとか言ってさ。マグロのトロの味、味はならない。味はならない。味はしない。お前皮があんパンも、え、タネどこやった、捨てた。刺身どうだった、アボカドの。何作るのこれ。なんかツナとホワイト。あとはでいいよ。しすぎた。はい、はい、いや、今度こそひき肉を、豚肉のひき肉を食べたいと思います。食べさせたいと思います。はい、ひき肉ごちそうさまでした。完食しました。それではメインのアボカドヨーグルトを食べます。うまそうだな。どう、うまい。
はい。俺もこれ食ったことない。ちょっと試しに。試しにちょっと食ってみるか。ああ、うまいな。うん、独特の味だな、これ。酸味とアボカドの油ってよく効くんだな。はい。はい。おい。待たせたな。だな。ベビーダノンとポチダノン間違えて食ったもんな。昔。アボカドヨーグルトラスト。はい。来とる。よし、はい、終わり。はい、終わり。よし、じゃあお茶飲んだ後片付けね。はい。はい。はい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 。じゃあ片付けするぞ。ね、もうね。よし、じゃあこう背中をクッションを外して、もう怒らないもんな。キレキレするよ。分かった？よし、父ちゃんかな、きれいにしてあげるからな。ほい、はい。机の上をきれいにするね、これね。机の上をきれいにしてあげるからな。まずは机の上をきれいにして、それから顔を拭こうな。よし、じゃああったかいでな、これ。あったかいからな。よし、だろ、あったかいだろ。これで顔拭いちゃうとね、冷たいもんでね、嫌がるもんでね、嫌がるときはね、これでね、お湯で温めてやった方がいいです。と、視聴者様から教えてもらいました。よし、気持ちいいだろ。いつもありがとうございますって言わんといかんよ、みんなに。ね、視聴者様にはありがとうって。首は、水にして。よし、はい。はい、終わり。ね、あったかい方がいいもんな。はい、じゃあ終わり。よし、よいしょ、ちょっと外してやるから。よいしょ、よいしょ。